皆さん、皆さんこんばんは。経営コンサルタントの中野です。えー、今日は2023年8月14日お盆休みでしたかね。月曜日でした。皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか今日は暑かったですね。僕はね、夜7時になってからね、やっぱり食べ物,食べ物がないことに気づいて、 あの、ライフにね、食品、食品スーパーに出かけました。あの、夜だとね、あの割引になってるの多かったですね、20%とか30%とか。お弁当とかね、パンとかね、あのー、フルーツとかね、野菜とかね。なので、結構ね、買いました。安かったですね。うちの母ちゃんはね、やっぱり食べやすいおにぎりとかね、サンドイッチがいいんですよね。 うん、もう、あの、ボケちゃってるからさ、どんなにおいしくても、箸を使うのはね、やっぱり失敗しちゃうんだよね、ポロンと怒っちゃうんですよね。やっぱり惨めな思いしちゃうからさ、あの自分で完結できるおにぎりとかね、サンドイッチとかっていうのは、自分でさ、片手で持ってパクパク食べられるじゃない。だからそういうのが好きみたい。やっぱり怒っちゃないからね。なので今日はそうしました。 まあ、あと僕もね、焼き鳥買ったりしてね、食べました美味しかったですね。焼き鳥はね、冷たいまま食べるのが美味しいですね。家で電子レンジで温めると、どうしてもね、美味しくなくなっちゃいますからね。あのー、お弁当もね、温めないで冷たいまま食べるのが最高に美味しいですね。うん。 カップラーメンもね、まあ、あの、お湯入れて食べますけどね。まあ、水、水でも戻るみたいですけどね、時間かければね。水で、まあ、30分ぐらいで麺が戻りますから。水で今度食べてみようかな。美味しいかもしれないですね。で、ドル円なんですけどね。朝どうなのかと思ったんですけど、朝これが起きましたね。 まあ最初ね、下に,下に落ちたんですよね。で、まあ、横横だったんですけど、中根で上がって、下がって,がって、上がって、横横だったと。横横ですね。で、夕方から落ちて、落ちたんだけど、まあ、あの、入浴時間にかけて上がってきてす、すごい上がりましたね。すっごい良かった。すごい上がったね、これ。 すごい上がったね。どう上がったんだろう。80ピップ下がりましたね。で、今下がってるということですね。うん。これ、これ、流れですけど、まあ、これビビっちゃう。ビビって。これで、あ、上だロングだ明下だショートだと思った人いると思うんですよね。うん。まあ、両方やられちゃいましたね、これね。まあ、ただ、そんな上に行ってるわけじゃないですからね、これね。 うん、35ピプスぐらいですかね。上だ、ロングだっつって下行っちゃっても、まあ50ピプスぐらいですかね。うん。まあそれは持ってた人多いかもしれないね。まあ下に、下に行きましたね、これ、ね、ちょっとね。で、ここで損切りとか、微損で済んだ人は多いと思います。その後上行っちゃってね、グーンってね。 まあ、ロングでいた人はね、あやっぱり儲かったよかったと思っていると思います。で、今、ちょっと下がったけど、これ多分、介入が入ったんじゃないかな、日銀の。34ピップ下がったね、一気にね日。日銀の介入が入ったと思うんだけど、これ、ね、ちょこ、いや、そんなことないな。指標発表だろうな、用心発見か、まあ。とにかくロングだと思いますね。 まあちょっとね、ちょ,ちょっと下下が,下がってくるかもと思ったんだけど、上かな、やっぱな。前回高値上がっちゃいましたもんね。もう一回。うーん、だからあとこれ151円。この151円を目指して去年ですか。 目指してると思いますよ。ここまで来たらもう絶対151円目指していくでしょうね。152円とか絶対行きますね。うん、オプションの設定もされてると思いますよ。こことこね、オプションの、ここより上のオプション設定されてると思うんで、これより上行ったらいくらもらえるっていうのがあると思いますね。まあ、そういうギャンブルギャンブルからも世の中出てますからね、それか,かける人いっぱいでしょうね。 ここからね、ここから上、あとは連続オプションってって、まあ、ここからここの間、この間で止まるっていうの、あとはここから下、まあ、これ、1、2、3ってなのがあってね、まあ、1、1は、 1.5倍になるよと。2は1.1倍。3は1倍と。うん、3は1.001倍ぐらいかな。で、まあ、ここら辺で販売されて。んあ。ここら辺で販売されてね。そう、オプションがね。 これ一番二番三倍一点五倍うん一倍一点一倍で一点ゼロで一倍まあそれぞれね <laughs> まあそれでも宝くじ一番高いのはもちろんこれですよねこれですよね一番ですよね1.5倍なんだから高い高いですよねこれね次これ次これこれほとんど買わないだろうねハイリスクだよなハイリスクうーんいつまでに言ってたら そんな遠くないんじゃないかなぁ。9月31日じゃないかな9月31日ぐらいのインストールセッされてんじゃないかなぁ。ねぇ、100億、そうだ、ね、ナイ1兆円とかね、1兆円買った人もいる,いるんじゃないかなぁ。 1兆円がさ、1兆5千億になるっつったらいいよね。1兆が1兆5千億になってね。で、これいくらで買ったのって、このオプションね。1千億で買ったっす。1千億円で買ったっす。1千億円で買ったと。1千億円で買って、1兆円が1兆5千億だから、5千億円儲かると。です。経費が1千億円だから、4千億円だね。 実際に儲かんのは4000億円。実際に儲かんのは4000億円。でもうすでに1000億円払ってると。ね、1000億円払ってるから、まあ、9月31日までに、えー、151円を超えたらね、タッチしたら4000億円もらえると。で、タッチしなかったらもう、1000億円はもう戻ってこないよと。この1000億円ね。 手付金、オプション代金は、物、戻ってきません。1000億円ね。戻ってきませんと <laughs>。きついなきついなうん。で、これだったら、まあ、1兆円買って、1兆1000億円になるとで。手付金は、まあ、500億円ぐらいになると。そうすると、 500億だとで、1兆1000億だから、千まあ、500億、五百億円しか儲かんないんだよ、ここね。五百いやだから、これリスク高いよね、だって。うん、500、百億円払って500億円しか。えー、え儲かんないまあ、1000億儲かるから、500億円でもけるか。リスク高いよなぁ。うん でここ、ここら辺はまあ、ね、こんなに幅があるからね。ゃい1払っても、10億円しかならないもんね、これね。でこれいくらするのって言ったらまあ、1億円ですとかね。10倍かと。うーんって感じよね。9億儲かると。 大丈夫なって感じですよ、ね、あ,あちょっとクライマックスだねこれねクライマックスですねほんとここ,こ,とこんとここんとこクライマックスで世界中のお金かき集めてるヘッジファンドいっぱいいると思いますよ、まあ、ヘッジファンドはまあそういう、ね、オ,オプションを買ってでそれをあのブレイクさせていくっていうのが狙いですからねもうヤクザの あの、マフィアの仕事ですから、それがね。うん。さあ、どうなるかですね。どっちの陣営につくかですね。大体、オプションを売るのは中国の銀行だからね。中国ですね。共産権ですね。そして、ブレイクさせた、オプション買う方は、 資本主義権ですからねまあ、どっちが勝つかですね今回もねうんどっ,ちどっちに乗るかするかですね、うん、まあ我々はねオプションなんかはもちろん買ってないですけど まあ、でもっか、乗っかってればいいですからね。乗っ,っかってさえいれば、もがりますからね。うん。はい、あとは仮想通貨見てみる、少し。たまには仮想通貨見てみようか。まあ、今日ね、台風で四国の人とかね、関西の人は大変な思いしてると思います。 まあね、あの、窓をね、段ボールでくくったりしてる、囲ったりしてる人も多いと思います。で、あしたはね、本ちゃんの本番で来るんでね、会社,会社休みになったりね、まあ、新幹線動かないみたいですけどね、うーん、あとは、本数がすごく少なかったりね、あと飛行機も動かないみたいですからね、気をつけてくださいね。 まあ僕もね、あの、今日、パンをいっぱい買ってきました。はい、停電してもいいようにね。まあ、停電するとエアコンつかないんでね、大変ですけどね。まあ、パンって、まあ、水とか水分、あの、水がいっぱいあるんでね、家に。ケースもいっぱいあるから大丈夫なんですけど。パンいっぱい買ってきましたね。はい。なんて、まあ、一日だけですけどね。 あんまり東京にもね、雨が降らないようにしてほしいですけどね。まあ、ハワイなんかね、もう火で街が燃えちゃいましたからね。かわいそうですよね、ハワイね。まあ、逃げ遅れた人も結構いるみたいだから、かわいそうでしたね。本当にあんないい、いいところに住んでても、災害には勝てないですよね。で、上がってきたのとね、ビットコインね。 400 N g ですからねこう N g でこう組んでこうですねやっぱ600万ぐらいいくねしばらくするとねあっ427万 はあはあ。リップル、91円。同時、10円。同時強いな。体が42円弱いな。まさかな、同時が10円なのにさ、体が42円ってことはありえないよね。 うん、あ、いいのか。まあ、ちょっと頼むなきいいかねけな、ちょっとね。うん。ビットポイントキは上がってるのかなうん。 だからどうしたいですかねサンドボックスなんか57円まで下がってくるね、これね。買い時だよな。すべて買っといていいと思うなうん。難しいけどね。はい。これ、ちょっと今ね、今落ちてますけど、まあ、全然、全然上行っちゃうからね、これね。1分してちょっとだけ下げてるけど。 うん、こんなの下げてますもんね、まあ、下がったうちは入んないよねこんなのすごい座ってるけど上がっちゃうんだもんね、まあ、しばらく下がるんじゃないかなこれ75移動平均線まで落ちて簡単にリバウンドしていくんじゃないですかねこんな感じだね全部そうだよね これもそうだもんね。これも全部そうだもんね。でちょっと上に上がりすぎたんでね。こう、ちょっと休憩して、ここで栄養素をもらって、また上がっていくと。うん、だから明日の朝までは下がるんじゃないですかね。今からはもうやんな方がいいですね。うーん。まあ、ただロングですね。ロングで言えとけば15、151円までは、もう連れてってくれるんでね、自動でね。 自動で連れてってくれるんで、まあ誰でも、人の財産作れますよね、これね。今の状況だとね、うん、すごいね、本当にすごいですね。ドル、ドルの力強さ、すごいね、本当にね。あとね、NHK のね、朝の8時の連続ドラマ小説、 勘太郎ですね。なかなか良かったですけどね。あの、新聞に広告出してね。あの、日本全国から、あの、植物のサンプルを送ってくださいと。したら、あの、何ていう名前かを調べてあげますっていうね、えー。広告出したらいっぱい来ちゃってね、日本全国からね。大変なことになって。 もう日本ね、あの植物採取行かなくても、日本全国から珍しいね、新種の可能性のある植物が届くようになっちゃってさ、あのすごくあの嬉しい限りなるんだけど、あのその分仕事いっぱいになっちゃって、あのお金にならない仕事がいっぱい増えちゃってさ、借金増えちゃって、借金取りが来るようになっちゃったんですよね。 で、まあ、奥さんはね、あの、すごくいいことやってるから、もっとお金を取るようにしなさいって言ってるんだけど、あの、活版印刷なんかもね、すごい綺麗だから、みんなお金出すはずだよ、つってね、もっといっぱいね。でも、あんまりそのお金取らないタイプなんですよね、旦那がね。まあ、それで、まあ、借金が溜まっちゃって、借金取りが来るようになっちゃってね。 で、まあ、それで、まあ、今日、今朝終わったんですけど、あの、肉らしい借金取りがね、家、家まで取りに来てね、で、家の中に隠れてると。うん、気持ちわかるな、俺本当に。もうね、20年前の僕を見てるようですよ。独立してね、間もない頃ね。まあ、最初はお金ありましたけどね、貯金がありましたからね。 最初はあったんですけどね。まあ、あの、収入はないですよ。確かにね。うーん。ただ、まあ、借金取りが来るまではないですね。ちゃんと返してたからね、うん。クレジットカードとかキャッシングとかね。あの、カードローンとかで。ちゃんと一応いリボ、リボとかで返してたからね。あの、お借金取りが来ることはなかったですね。うん。 でも、途中からね、あの、本を出すようになって、確か。本、そうだよ、ソフトバンク出版から本執筆依頼されてね、本出したんですよね。中野裕二の名前でね。そうだよ、出したんだよ。で、あの、<laughs> 嬉しくなっちゃってね、自分でも,もう名刺代わりに。 100冊ぐらい自分でも買ったんですよね。そうそう。そして、まあ何割引かで買って、で、いろんな人に送ったんですよね。あちう違う。a m アマゾンから無料で送ったんだどん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 。うん。そしたら、あの送りすぎちゃってさ、お金払えなくなっちゃってさそれで一時的苦しくなっちゃったんですよね、お金ね。それで、まあ、あの、借金取りが来るようになってね、僕もね。 うんすかさず来るからね、借金取りってね。暴力団みたいなね、あの、海坊主みたいな、入社まだ1年目とか半年の若造がね、あ、旦那さん、すいません、と言って、なんだこら、何しに来たんだ、お前、つって。いや、あの、私、JCB の、JCB なんかいねえだろ、お前、そのヤクザチンペラみたいな格好してよ、つって言。 どこの組のものなんだよ。いや、どこの組のものっていうか JCB さんから仕事もいって来たんですけど。そうか、JCB か。それでそれで何なんだよ。あと、2万円、まだお支払いになってないですよね。いや、万が一ね、払ったってなうんだったら私もすぐ帰りますけど。待てよ、JCB だろ。 2万あ !JCB か俺 JTB かと思って !JTB に俺さっき2万円払ってきちゃったんだよ、ね、コンビニから入金しちゃったんだよ !JCB かわかったわかったじゃあ俺さ、あの、まだ2万あるから、すぐに今からコンビニで入金するから、お前今から帰って事務所で確認してみようと。そしたらもうすぐにね、あの入金済みってなるからと。そうでしたかしら。 だす間違いでしたかすいませんでしたつってね。じゃあ、私、こちら、失礼します、どうもっつってさ、海坊主みたいで。必ず二人組で来んだよね。うん。で、帰らせてさ。金なんかねえんだよ。JTB。<laughs> JTB って旅行会社じゃねえか。<laughs> バカだからわかんないんだよね、そいつね。JTB も JCB もさ、クレジットカード会社だと思ってるからね。バカなんですよ。バカだから借金取りなんかやってんだよ。 それでさ、バカでも一応さ、上司に言われてさ、お前、バカな、バカな説明を受けて、帰ってくんじゃねえ、この野郎つってさ、翌日また来てね、ああ、なんだかよくわかんないんですけど、お金入ってなかったみたいですよ。もう、会社帰ってくれちゃいましたよ。会社じゃねえだろ、お前、事務所だろ、つって。で、どこのもんだよ、お前すいや、うちで CB の、 JCB か、お前。俺、てっきり、てっきり、あの、竹藤かと思ったよ。竹藤に昨日入金しちゃったよ、お前。バカか、お前。ちゃんと言えよ、JCB って。分かった。俺、JCB いくらだったの ?2 万か。じゃあ2万入金するから、お前、今から帰ってな。事務所で調べとくろと。わかりました。じゃあ、今度こそお願いしますね。竹藤じゃないですよ。 JCB ですよ。分かったよ。2万だな、分かったです。あれなんかねえんだよ。<laughs> また知らん顔してさ、ガーって寝てさ、昼寝して、そしてまた次の日来てさ、<laughs> トントン、たださ月の、月夜が出る夜だけじゃないですよ、ね。月夜の夜だけじゃないですよ、旦那さん。 うるせえなごで、ね、あろうって何なんだよって言って。いや、2枚入ってなかったんですよだからつってどこのもんだ ?JTB JCB だ, J C B だ。あ,あ、JCB か。悪かった。俺昨日、ほのぼのレイクに入れちまったよつっその作戦もう使いませんよ本当だそんなね、バカ、バカみたいな話をね、ずっと,んとやるんだよ。ほんとあいつ、あいつ、 相手バカだからね。うん、暴力団、借金取りの暴力団、海坊主みたいなさ、200キロぐらいあるさ、もうパンパンなんだよ、顔もさ、食いすぎちゃって。ね、相撲取りの食いすぎちゃって。相撲取りの出来損ないみたいなやつが来るわけだよ、スーツ着てさ、スーツも巨大なスーツ、いや,いや、ね、あつらってさ、もう、その、ねえ、あの、浴衣しか着れないやつがさ、 パンパンのスーツで来るわけよ。ちょっと動いたら破れそうなやつ。だ飲みますよ。やってくださいよ。ってんのかお前って毎日毎日俺2万円ずつちょこ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 違うとこ入れちゃってる。お前どうすればいいんだよ。こっちこそ返してくれよ、ね、あいやつってさ。こんなくだらない話ばっかりしてるんだけど、わかんないんだよね、そういうのね。 分かった。じゃあ俺ちゃんと入れとくから、ちゃんと見ろよと。ね。今回 3, 3度目の正直だと。ね。3度目、もうないから大丈夫だから。な、ね。気をつけて帰れよ。じゃあな。つって。ダンさん、ありがとうございました。つって。んだよな。本当に分かったよな。うーん。でもしょうがないから。 四度目とか来るとまたらちょっと上の人とか来たらめ、これ面倒なことになるなと思ってさ、しょうがないから2万円、またほのぼのレイクとかで用意してさ、借りて、JTB に入金してやったよね。<laughs> その、その海坊主も来なくなっちゃってさ、あなんか寂しくなる、逆に寂しくなるよね。ああいう、ヤクザのさ、古文みたいなのが。 毎日来て楽しかったなあと思って雑談しゃべってさ。いや、僕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 あの、チャイム鳴らして、あの、封筒入れて帰ろうとしたんですよ。だなせると思いませんでした、すいませんでした。とか言って、うん、ちょっと、お前、今から出っから顔出せよお前いえいえはい、わかりました。このやら、お前、俺が、 ね金借りて貧乏人だからしてふざけんじゃねえとこね、あら。そんなふざけてなんかないですよ。ねえ、どっちがふざけてるのかね。俺だよね、ふざけてるのね。いやいやいや、本当にね、皆さんもですね、うん、そういう怖い面、怖い人が現れたらですね、もう心臓に毛が生えたような形でですね、あの、正々堂々と戦かわないとダメですよ。 こっちは、あのー、一人間なんだからね。借金が返せないからっ,つってさ、あのー、奴隷になったわけじゃないんだから。ね。別に借金が返せないとかね、戦争に負けたからってね。じゃあ奴隷になれとかね、ああしろこしろとかね。ふざけんなことやろさ。こっちはね、人なんだと。人間なんだと。ね。権利があるんだと。 人権があるんだとそういうつもりでね、あのガツンと言われんとダメですからね。ま、うん、してやこれから裁判とかね、まあ、民事裁判もしょっちゅうあるしねあの、警察が来てさ、勝手に捕まえていくね、国家権力を振り回す刑事裁判もあるんだけど、あんなのもね、あの人権を盾にしてですね、ガツンとどん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 やっていかないと、もう本当に。 本当に警察にやられちゃいますからね、皆さんもね。だから、あの、皆さん、もし大変だったら僕に相談していただければですね、ガツンってやってあげますから。そして FX でね、稼いでいきましょう。まあ、FX でね、あの、何が悪いか、もう全部、お見通しですから、僕はね。うん。で、なんで、あの、人それぞれにね、 やり方が違うのかっていうのも僕お見通しですから。それも優しく <laughs> お伝えしてあげます。あの、一人一人ね、性格が違うからね。で、お金の使い方が違うでしょ、だから。1万円失ってビビる人もいればさ、1万円なんか紙切れ当然だから、さあ、あの、便所便所のね、欠服、紙でさ、使っちゃう人もいるしですね、1万円。 各々それぞれぞなんですよだからこれがね、含み損がさ、1万円になったからっておどおどしてね、おどおどする人もいればさ、利益が1万円になったからすぐに利格って人もいるわけ。逆に、そんないだねえよ、1万円、10万円なんかいだねえよと。ね、あの、含み損が100万になったら、まあ損切りしようかなとか、利益が500万になったらようやく利格しようかな、400万なんか。 利益400万とかいらねえよ、そんなのっていう人もいるんだから。ね。だから、そういうトレードスタイルって違うわけ。でそこがどっから違うかっていうともう生まれつ、生まれ育ちの問題に入ってくるんだよね、こ,こまでるとね、うんで。そこら辺はま、また今後ね、有料会員にな,なってもいいし、別に無料でもいいですからね、ゆっくりお,しお伝えしてあげたいと思います。それではね、今日はどうもありがとうございました。千葉県松戸市より。 トム・クルーズがお伝えいたしました。おやすみなさい。バイバーイ。